素晴らしいではないか。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、さくら鬼人です。はい、ということで今回ね、すっげえ暑くなってきたんでね、ビールが飲みたい。はい、ということでビールに合うね、料理を考えてきました。はい、大人のね、ちょっぴりピリ辛山椒からげということで、こいつをね、作っていきます。はい、世界一、いや宇宙一うまいレシピだ。いくぞ。でね、付け合わせね、唐揚げときたらニンニクの爆弾揚げだろ、あとちょっぴりピリ辛なししとうだ、これが最高にうまいんでね、一緒に付け合わせでやっていきたいと思います。はい、じゃあ調理していく。はい、じゃあね、お肉の下処理をしていきます。はい、でね、まあお肉ね、下処理すると汁にね、漬けといた時によりね、美味しく中まで染み込むんでね、このお肉の皮ついてない裏側の部分をね、骨に沿ってね、ちょっと1本入れていきます。ちょっとね、深めに入れても大丈夫だと思う。こんな感じで、そうするとね、ここに汁が入ってるんで美味しくなります。で、まあ反対側もどうだろうな、入れとくと、まあこんな感じで骨の両サイズをちょっと深めに入れとくといいんじゃないかな。よし、まあこんな感じでやっていきます。はい、じゃあね、肉ね、下処理が終わって、まあ筋をね、切れたんで結構柔らかくなってると思います。はい、じゃあね、調味料紹介していきます。はい、じゃあね、お肉ね、これね、8本あって、まあだいたい 450g です。で、まあそれに対して山椒がね、小さじ 1.5 ぐらいで、塩小さじ2分の1ぐらいで、醤油小さじ1ですね。で、まあお酒がね、大さじ1で、まあこれね、後で使うんだけど、小麦粉が大さじ3杯ですね。よし、じゃあやっていきましょう。じゃあね、今回使う粉山椒なんでね、これ山椒の実をまあ砕いていきます。はい、よし。お、見えるかな。結構ね、いい匂いがしますよ。よし。あー、くそ、手が痛いね。よし、まあね、こんぐらいでいいだろうね。結構擦れたんじゃね。で、これね、マジね、大変なんでね、すりつぶすのめんどくさい方は別に粉山椒買ってきてね、やって全然 OK です。はい、今回はね、ちょっと結構香り出したかったんですりました。はい、結構ね、腕がパンパンですね。よし、ここかな、見えるかな。よし、よし、じゃあね、山椒すり終わりましたんで、肉をね、いい感じに漬け込んでいきます。はい、じゃあやっていきます。じゃあまずね、肉を漬けていくんで、これね、下処理した肉を入れていきます。よし。はい、でね、次調味料なんだけど、これ入れる順番がマジで大事でね、山椒の香りができるだけ飛ばしたくないからね、まずお酒大さじ1ね、これを入れてちょっとね、肉を柔らかくしておきます。はい、ね、ちょっとだけ今の段階でなじませておいた方が後でやりやすいかもね。じゃあ次、塩。よし、これもちょっとだけなじませておきましょう。で、次ね、お醤油入れて味いい感じにしていきます。で、まあこんな感じでね、いい感じにちょっと混ぜ合わさったら、
でね、これさっき山椒ね小さじ 1.5 ぐらい吸ったんだけど、まあそれのね3分の1ぐらい、まあ小さじ2分の1ぐらいをねここで使います。まあこんなもんかな。ちょっと入れすぎちゃった、入れすぎちゃったな。うん、まあいいや。まあこんな感じでちょっとねいい感じにまんべんなく渡るように混ぜます。はい、ここ大事だからね、マジで。これでね、香りがいい感じになるからね。で、まあなんかね、ちょっとね、一体感出てくるんだよね、肉に。で、まあそんな感じになったら、まあラップとかしてね、寝かしておけます。20分ぐらいだね。よし、じゃあ寝かしましょう。はい、じゃあね、20分経ったんで、ね、開けていこうか。これね、あのラップさっき言い忘れちゃったんだけど、ちょっとねこうペタってやっといて、まあ真空っぽくしとくね。まあ別にきっちり真空にしなくてもいいんだけど、こうするとね味が染みやすくなるんでね、やっといてください。はい、じゃあね、小麦粉大さじ3入れます。で、まあちょっとかき混ぜときます。ダマにならないように気をつけて、こんな感じだな。で、これね、山椒なんだけど、さっき、小さじ 1.5 の3分の1使ったんだけど、まあね、次も3分の1使います。なんで、残ってるやつの半分ぐらいですかね。よし。で、まあこれもね、味がいい感じに染み込むように混ぜていきます。よし、じゃあ混ぜ終わったんでね、これで揚げていきましょう。もう油入れちゃったんだけど、まあだいたいね、あの鍋の半分ぐらいの高さまで油を入れます。はい、でね、あの温度はまあだいたい170度ぐらいでね、温めます。はい、じゃあ温まったら揚げていこう。はい、じゃあね、まあだいたいこうやってね、箸入れた時にブクブクって出たら、まあ大体ね、170度ぐらいになってる証拠なんで、じゃあね、入れていきましょう。お、やっと食えるよ。じゃあまずさ、この音。まずさ、このニンニクをさ、ここにこうやって入れてさ、おー、やべえ、うまそう。ニンニクはね、まあ素揚げな感じで、これでなるじゃん。なったら、この周りにさ、肉を入れてくんだよ。そうすると、ニンニクの風味がね、肉に移るから、さらにうまくなる。いいね。わー、やべえ、うまそうだな。お、やべえ、うまそう。すっごいね、ニンニクと山椒がね、いい感じの、なんていうの、匂いになってるね。いいね。じゃあまあちょっとね、これでまあ7、8分かなぐらい、まあこう揚げればね、いい感じの色になってくると思うから、そしたらちょっと一回揚げましょうか。おっしゃ、できてきたね。いいね。どうよ、どうよ。こういうね、あの茶色くなっていい感じの色になってきたら揚げます。はい、じゃあね、油を切って、こういうね、あのバットとかに網とか引いてやるといい感じの油切りになるからね。やばくね、これ。うまそうじゃね。お、よし、じゃあそうだな、ししとうとか焼いていこうか。
これは浮くんだね。ニンニクもね、結構もうちょっとかな、できてきてるね。残りのね、肉もちょっと焼いてっちゃうか。おお、いいね。おお、すげえうまそうじゃね、このなんか色がさ。じゃあまたできるまで待ちます。おお、いいね。ニンニクね、あの上の方がちょっと足りなかったんでやってるんだけど、じゅわって音がいいわ。うまそうだわ。おお、はあ、うまそうだ。やべえな、これは。ニンニクがね、上がってきたんで、まあね、一回揚げて、次ね、唐揚げをね、もうちょっと二度揚げしていきます。はい。で、油の温度はね、200度ぐらいまで揚げていこうかなと思います。よし、じゃあね、油からね、まあ、煙が出てきて、見えるかな？見えるね。見えてるね。OK。煙が出てきてね、まあ、だいたい200度ぐらいになってると思うんで、ね。あの唐揚げを二度揚げしていきます。はい。でここね、多分ちょっと水が出てきてて跳ねるんだよね。怖い、怖いんだよね。痛いし。よし。でもうまそうだから許す。やべえなこれ。怖い。あ、いけ。素晴らしいではないか。よし。あーお。お、やった。よし。で、まあ、だいたい茶色くなったら揚げちゃっていいんじゃないかな。お、うまそうな色だ。あいって。うまそうな色だね。やばいね。すげえ跳ねてるね。よし。おお。でね、油をちょんちょんってやるといい感じに油が切れるからね。よし。あ、いいね、これ。この色、やばくね。すげえいい匂いしてるんだけど。じゃあ揚げ終わったんでね、盛り付けて食べていきましょう。よっしゃ、盛り付け終わったんでね、残りの山椒かけていくぞ。おお、パラパラと。うまそうだね、これね。これね、あの唐揚げがあったかいうちにかけるといい感じにかかるんで、香りもね引き立つんでね、やってみてください。よし、じゃあ食ってこう。唐揚げ出来上がったんで、ビール行きたいと思います。おお、いいね。お、はいはいはい。じゃあいただきます。お、あ、いいね。ね、これのためにね、今日頑張ったんだね。じゃあ食べていきます。これいっちゃおうか。
見えるかな。ね、こんな感じで。こんな感じでピントが合わねえね。お、見える見える、この肉汁、溢れ出る肉汁、いただきます。あ、いいね、うまいね。あれ、塩とね、醤油がいい感じに、塩加減がちゃんとなってて、あの、山椒がね、すごい後からピヨンピヨン、ふわってくるんだよね。あの、奥にね、なんかもう口に広がる感じで、あ、うまいね。でね、あの、最初やっぱり油にさ、ニンニク入れたの正解だったよ。なんかね、ニンニクの風味がちょっと混ざってて、うまい。うまい。あ、これなら、いくらでもビールが飲み放題だね。じゃあ、ゆっくり食べていきます。ニンニクも食ってこう。あ、ちょっと待って。お、いいね。よし、じゃあニンニクどうしようかね。結構綺麗な形だからね、あんま切んの難しそうだけど、ここら辺の間のところか。あ、もうナイフいらなかったね。すごいよ、これ見える？やばくね？取れちゃったよ。じゃあいただきます。あ、これやばい、うまい。うん、うまいね。あ、そう、殻が入ってるけど、あの、中がね、ホクホクでね、あ、うまい。あの、ニンニクの香りが口に広がるね。あ、うまい。じゃあこれも食べて。もう全部手でいっちゃってるね、やばいね。おお、いい感じの苦味がね、この油をね、あの、夏の中和してくれてるっていうか、結構爽やかな感じの苦味でいいね。これシシトウ、あれだね、このままちょっとね、ビール美味しいんでね、もう肉も最高なんでね、まあちょっとだらだら食べていこうと思います。で、美味しそうだったらチャンネル登録とか高評価お願いします。はい、お願いします。で、概要欄にレシピとか貼っとくんで作ってみてください。これやばいよ、これ。やっぱりね、最初に言った通りで宇宙一うまいレシピ作った、うん、じゃあバイバーイ。